合わせあっても負ける気はしないんで、安崎さんのタックルはそんな怖くないですですし、ライト級トップレベルの攻防は見せられると思うんで、はい、僕もまだまだだけど、上松もまだまだだと思います、はい、いろんなことできますからねあんま期待しないでください。勝つことしか考えてないんで、予想はつかないですね、どうなるか。多分激しい試合になるとは思いますけど、はい、まあ、今日勝たないと何も始まらないんで、3秒ぐらいで終われば一番いいですけど、必死でとにかく勝ちにいきます。勝者赤コーナー中山拓実。勝者赤コーナー勝田哲夫。The reason why I dropped weight was I was giving out too much pounds and I was in between both weights, so I decided to drop down to lightweight. I haven't seen too much tapes on him, but I heard through the vine that he's a good wrestler. So we've been training him, prepared for his wrestling takedowns, and we've been preparing well for this fight. そうですね、自分の持ち味を生かせればいいかなと。はい、あんまり相手に攻めさせないようにしたいなと思いますけど、はい、なんかウェルダーから下がってきた人なんで、まあ、力はあるかなとは思います、はい、あとパンチがなんか強いとか言ってたんで、ちょっと気をつけないです。壮絶な打撃戦をやりたいなーなんて、やりたいなーと思ってますけど、ちょっと怖かったら、やばいと思ったらタグ入ります。まあ来年にはチャンピオンシップに絡めれるように、はい、印象づける試合をしたいなと思ってます。2000年9月15日リードリ戦後楽園ホール大会をご覧いただきます。まずは第4試合のライト級の一戦、阿部裕之対ステファン・パーリングの戦いです。
試合の解説はシュートプロデューサー坂本和弘さん、格闘技ライターの高島学さんです。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまずはこの試合ライト級5分3ラウンド、現在ライト級7位の阿部博之対ステファン・パーリングの戦いとなっています。さあ坂本さん、まずは阿部選手、非常にいきなり飛び込んでいきましたよね。ですね、アグレッシブですね、もうこの一戦にかける意気込みがもう伝わるようですね、高島さん、一方のステファン・パーリング、かなり打撃強い選手ですね。そうですね、まあ、アマチュアなんですけども、ハワイでボクシングのチャンピオンになったんですけども、まあシュートはウェルター級だったんですけど、この試合からライト級に落としてっていうことで、ああなるほど、かなり絞れてますよね。すごい体してますよね、それで打撃が得意な選手って結構KO の期待は膨らみますよね。そうですね、ただタックル切るまでは練習してると思うんですけど、グラウンドどうなるかですよね、ハワイで行われた大会でもエリック・ペイにかなり抑え込まれてましたからね。そうですね、そこを最後、腕十字を決めて、まあ、下からでも決めを、まあ、やってるんだなっていう成長だとは見られたんですけど、やっぱり阿部はそう簡単にはいかないと思うんで。そうですね、ただ上になってるステファン・パーリング選手、やっぱりショートでもパンチうまいですよね、散らすのもうまいですし、一個一個丁寧に綺麗に打ち抜いてますよ。やはりこのウエイトが、まあ、この試合もちろんウエイトは同じなんですけども、ウエイトを絞ってきたっていうことは、この距離でも打撃っていうのはやっぱり違ったりするんですかね。まあやっぱり打ち方うまいですからね、それは入れ方っていうことですね。そうですね、最初に引っ掛けた阿部なんですが、このところずっと下のポジションです。下からしっかりとクロスガードのポジションは取っています。阿部、そうですね、やっぱり重い、ね、そして顔面しっかり打ち分けていきます。しっかり顔面と脇腹打ち分けていくのがステファン・パーリング。阿部怖いですよね、何か下から仕掛けて、まあ、パスされるような、よりパンチをもらうようなポジションに行くのがやっぱり怖いんで、なかなか足を解けないんですよね。そうですね、あなるほど、クロスになってますよね。ただずっとクロスしてるとやっぱりそれだけでも疲れますから、あこれボディにもですね、頭を低くして下げながら思い切って打撃入れていきます。パーリング、ここで第1ラウンド終了です。まあ、差はついてないですけどもね、やっぱりステファン選手のパンチ重いですよね。そうですね、気をつけた方がいいですよ、はい、高島さん、最初のインタビューでは阿部選手は、まあ、打撃戦も望むところだよっていう話ありましたけれどもね。そうですね、結構、まあ、下段とかインローとかうまいんですけどもね、ただパンチの打ち合いはやっぱりちょっといい試合したいっていう気持ち、クラス A になってあると思うんですけど、はい、まあ、相手を見てその辺は考えるべきでしょうね。一つちょっとフェイントを振るような動きを見せました。阿部インド、それに合わせてパンチ、結構でもオープン気味ですよね、パンチは、返してくる感じですよね、外に一遍出て返してくる感じですよね、ステファン・パーリング選手は。でも腕長いですね、やっぱり。いやいいですね、やっぱこの辺はもう、総合用にボクシングのパンチでやってるっていう感じじゃないですよね、ちゃんと総合用に、打ち方も変えてきてるんだなっていうのは。ああなるほど、まあ、ただ打撃に食らっても阿部選手はタックルでディフェンスすることができるんで、これ誘ってますね、阿部選手の、やってますね、まあ、インドが阿部打つ間にしかしパンチが何発かもらっています。阿部、まあ、阿部はいつでもタックル入れるっていうのはあるでしょう ね、気持ちは、やっぱステファンよく 見えてますよね、なかなか阿部も思い切ってタックルはまだいけません。あって両選手ともロッキーになってました。ちょっとでもやっぱりあれじゃないですか、打撃もできるところ、やっぱ阿部選手を見せたいっていうところあると思うんですよ ね、やっぱり上目指すっていう意味では特にそうでしょうね、あ左のフックからディストレート、まあ、一つテストしてるのかもしれないですよね、阿部選手は。あなるほど、はい、まあ、試合前のインタビューでも2001年はチャンピオンを見据えて戦っていきたいというコメントもありました。ちょっとステファンコーナー背負うと怖いですよ、カウンターうまいですからね。今のこうかぶせていくような感じですね。最後のボディ効いたんじゃないですか、飛び込んでくるんです、ストレート、入りましたね、右のパンチです、顎捉えました。だからちょっとね、逆にもう終わりましたか。そうですね、飛びましたね、ちょっともらいすぎてたかなっていう感じもありましたね、まあ、逆にもっと、ま、前に出させた方が良かったですね、ステファン・パーリング選手、中央で勝負したら良かったですね、コーナー背負わせてしまったんで、出てきたところスコンと右に入りましたね。高島さん、思い切った攻撃ではあったんですけどね、阿部選手。そうですね、ちょっと先方誤ったかなっていう感じはしますね。最後は右フックが決まりました。2ラウンド2分23秒 TKO でステファン・パーリングの勝利。I feel excited.
Anytime I get in the ring for Jesus, it's an exciting moment for me to represent Jesus' Lord. It kind of surprised me at first. Let's see, when he came up with a flying kick, I thought he was going to come in and just try to bulldozer me down to the ground, take me to the ground. It really surprised me. Second round, he decided to stand and fight with me instead of taking me to the ground. So it was just a surprise. Anytime I come up here in Japan, fight in Shooto, it's an honor to come up here to fight in Shooto events. So I'm very excited, you know, fighting not just Abi, but just fighting in general up in Japan on the Shooto. バルト選手がどれだけ強いんだか自分の、肌を合わせてみないとわからないんで、まあ、また、寝技が強いから強い強いと言われてるからってまたそういうのを意識しすぎちゃうと、まあ、自分が攻めれなくなってしまうと思うんで、まあ、そういうことよりも、まあ、自分自身の練習と研究をして、試合に臨むって感じで相手のことをどうこうっていうのは今回あんまり考えないようにして、調整してきました。まあ、どうしても僕も打撃で勝負しようとしてもまあ結局は寝技になると思うんで、まあ、寝技でもまあもちろんなんですかね、みんな結構ね KO してくれっていうふうに期待してる人も多いんですけど、まあ、僕はもう寝技になっても一本狙いに行く試合がしたいです。 He has a lot of fights like I seen him kickboxing and I see him triangle a guy to sleep and he's a good opponent I think I'm just gonna do my best. Like, I hope he comes and fights. Either fight for a knockout or a submission. I don't want to go to a decision. え、続いて第5試合ライト級の一戦です。5分3ラウンド、赤コーナーバレット吉田対青コーナーの大河内守の一戦。まずはバレットが組みついていきました。上になったのがバレット、あれですね、もう一本抜いてますからね。あ、右下に行きましたね。あ、戻しましたね。膝入れてますね。青コーナー選手はディフェンスいいですからね。まあ、ノゲーラをライト級チャンピオンノゲーラに判定まで持ち込んだ唯一の選手ですからね。そうですね。攻めがですね、もうちょっと あった方がいいかなという感じがするんですよね。要所要所で攻めるという、うん、ずっと攻めてるということじゃなくて要所要所でいいんで、ちょっと勝負かけてほしいですよね。あ、抜きましたね。パンチを使って足を抜きましたよね。そして上からパンチを落としていきます、バレット吉田。坂本さん、はい、この試合の前の試合もライト級の一戦です。この大会のメインもライト級ですね。そうですね。まあ、やはりライト級はランキング10位までできて非常に層が厚くてですね、実力者揃いということで、これもですね、分かんないですよ。大河内選手の打撃が当たれば、そうですね、逆転もあり得ると思います。はい、はい、ここはしっかり腕でスリーパーを下げています。下に押し下げるようにしています。その間にパンチ、下半身はすごいフックですね。しっかりとフックしています、バレット吉田。バレットの体がやっぱり大きくなってきてますよね。まだちょっと線が細いかなっていう感じはするんですけど、大河内も決してがっちりした体型じゃないんで、はい、バレットはまだ攻めやすいんじゃないですかね。パワーで押し切られるっていうことはないでしょうから、うん、なるほど。試合前のインタビューでは大河内選手は、まあ、寝技の強さを意識せずに戦いたいという話がありました。しかしここまではグラウンドでコントロールされています。いや、あれだけでも下半身制せられていますからね。腕を伸ばすようにします。大河内、バレットは絶対に一本勝ちを狙うタイプなんですけども、はい、ここからどう移行できるかですね。あれ、ここまでしっかり止めていると、うん、よくグレイシーなんかですとなかなかあそこから次に行かないですよね。バレットも今スリーパー、これだったらもうスリーパーを狙うしかないっていうポジションなんで、いつ大河内のディフェンス能力を見極めて次の展開に持っていくかということも考えないといけないと思います。はい、1ラウンドの途中からこの展開続いています。やっぱり
僕じゃしっかり顎を上げて相手の肘を上に上げてディフェンスをしていきたいっていう、うん、ああなるほど、一本入れてますよね自分の手も、ね、今度は左腕が首に回ってきます、まだ顎のあたり、これ、うん、下のフック外れました、うつ伏せにならない、やっぱり体が上にこう下になるともう背中が伸びてしまって絶対に首開いてくると思うんで、うん、まあ、あの足のあのクラッチの仕方だとあの結構ね、あの一方からじゃないとあの締めにくいところあるんですよね、あなるほど、これだとあの右の方が攻めやすいんですよね、うん、右から一本入れていった方がいいんですけども左はやりにくいという感じですよね、うん、よく両足を股のところにこう差し込むという形はありますけどね、はい、この形ですね、そうですね、この形の方が両方いけ、あ十字に変えます ね、 ですね、さあ仕掛けますバレットでした、ここで第1ラウンド終了のゴング、あの大河内選手よくしのぎましたね、そうですね、まあ、坂本さんのお話でも、はい、その大河内選手が、まあ、守りというのはすごく高い評価で、あと攻めどころ、ポイントという話ありましたか、もうあの20戦ですか、そうですね、数えてますね、ベテランですからね、やっぱり攻めどころというのを見極めてほしいですね、はいはい、さあ第2ラウンド、まあ、そういった意味では逆にノゲイラから判定まで持ち込んだというのも、はい、まあ、ディフェンスの強さがあるそうです、ね、ということですよ、初めて上になりかけているんですけど、ね、ここでもバレット下強いですからね、十字と三角の連携はもう素晴らしいものがありますから、クロスガードにはさせない方がいいです、もう登ってますよね、そうですね、首を引きつけるようにしてクロスガードが少しずつ上に上がっています、また下がってきました、パンチその間に入れていく大河内、あれはやっぱ大河内があの膝で押してましたよね、うん、バレットのお尻を、画面左下にはセコンドの井上兄弟います、打ち分けていきますが、しっかり首が引きつけられているために有効的な打撃ではないようです、高島さん、でもやはり上のポジションになりましたね、大河内選手は、そうですね、ただ何かできるポジションというとそうでもないんで、うん、あ足で足に来ました、ね、バレット吉田の右足をキャッチしています、不完全ですよね、うん、あの攻めていくのはいいですよね、散らした方がいいですよ、バレットは膝をつけ合わせるようにして中に入るのを防ぎます、ちょっとしたくるところ一旦離れてすぐローキック、そうですね、バレットが打撃に色気持ってるんで立ってスタンドの方が大河内は勝機あると思います、うん、なるほど、バレットは自分が総合格闘家だっていうのはやっぱ充実家グラップラーっていうイメージが強いんで、それを払拭したいと思ってると思うんですよね、シュートのリングで、ただまだバランスは良くないと思うんで、ああ、でも立ち上がらずに、うん、張っていくような感じで捕まえてきましたね、2度目からは通用はしないと思うんですけど、うん、その一度のチャンスをうまく、ああなるほど、一つの試合の中でもやっぱりそうなんですか、そうです ね、まあ今後あれをしてもまたかからないと思いますし、うん、右足を抜いていこうとするのか、ああチャンスだったんですけどね、足を飛ばしていきます、これ恥ずかしいですね、やっぱバレット気強いですね、全然アピールとかするんじゃなくて自分がまた仕掛けていってますからね、今度は逆にバレットの方が足先にキャッチに行きましたが、また離れました、先ほどの体勢うまく見つけていきます、この後です、大河内担いでほしいですね、やっぱしっかり握ってますからね、そうですね、そして下からもパンチ、さあ腕を仕掛けていきます、バレット吉田、そうですよ、そしてポジション自体も今度は上になっています、これ強引に引き抜いていこうとするのがバレット吉田、またがれたらなんですかね、あでも関節技とポジショニングの連携がうまいですね、あなるほど、関節を決めきれなくても次に自分の有利の展開に持っていってますよね、うん、グラウンドの中で技がこう回ってるっていうこと、そうですね、ちゃんと隙間を埋めてるっていうグラウンドをしてますよね、またこのようなフックの仕方、ロックの仕方です ね、足は、が危ないですね、伸ばされるのはこっちの方が危ないと思います、ここまでやはり1ラウンド、そしてこのラウンドもディフェンス中心になってきています、大河内、まあ、活路を見出すとすればやはり打撃だと思うんですよね、うん、ここで第2ラウンドが終了となりました、最終の第3ラウンドまでもつれ込むこととなりました、まあ、ちょっと大河内選手が攻める場面もあったと思うんですけど、やはり、あれですね、バレット選手の攻めは厳しいです ね、 そうですね、グラウンドにおいて特に、隙がないです、
まあ、現在バレット吉田が第5位、大河内が第8位、まあ、ライト級層が厚いところ、上にももちろん選手はいるんですが、まあ、登っていきそうな雰囲気がありますね。この試合見ていても、いいストレート、ミドルキック出しました。ちょっと効いたか、効きましたね今ね。入ってくるところ、ミドルが膝の形で当たって、そうですね、顔面入りましたね、ただよくあれですよね、タックル入ってしのぎましたね、バルス選手ね。あれじゃちょっとダウンって取るタイミング、レフリー失ってしまいますから。あ、なるほど、あのままもちろん腰落ちてればダウンって言われちゃいますね。もちろんそうだと思います、もしくは大越選手が離れていれば、はいはい、それさせなかったですよね、自ら詰めることによって。あ、なるほど、その辺やっぱりバルス選手いい格闘技センスしてると思います。これも右足を抜いていこうとしますが、ちょっとポジションが悪いようです。ロープが邪魔になっているです、バレット。ただこれ大越選手返すこと考えた方がいいですよ、効いてるはずですからね、はい、あ、それ足をまたぐところうまく、チャンスを使いました。そうですね、これですね、このパンチ欲しいですね、パンチ、こうなると自分の方に引きつけるようにします、バレット。刺していきたいですよね、この状態の中でも、右脇を入れていきたいですよね、シャープなパンチは出せないですからね、あそこ固められると。そうですね、坂本さん、大河内選手はこれ、はい、ガッツマンシュート道場になって初めての試合です ね、 そうですね、これが、画面の右奥にはマッハ選手の姿も見えます。まあ、新しい道場になってですね、やっぱ一生上げて、ね、生徒にアピールしたいところだと思うんですけど、そうですね、今が攻め時ですよ、本当に、勝てるチャンスだと思います。しかもシュート10年目ということで、はい、まあ、非常に大きな節目の年でもありますね。そうですね、バレットも余裕はないですよね、顔見てみると。三角に行きますが、少しずつ深くなっています。これ足を入れてまたいでいきましたよね、なんとか逃れています。ここから攻めですね。そうですね、ここでバレットも決めに行ったところ外されてんで、外されたんで落胆はあると思うんですよ、だから攻め時ですよね、本当ディフェンスのテクニックは十分今でも見せてますよね、ここまで大河内選手は。大河内コールですね。そうですね、桃のあたり蹴り込んでいきます。しかしバレット、おっと飛び上がる、これはうまく膝を突き合わせて防いでいます。またこれもリストしっかり握ってしたからパンチ、まあ、立って勝負するように指示出した方がいいですよ、セコンドの方もね。足が少しずつ上半身にずれています。この状態だとこのまま時間過ぎていってしまいますからね。下になっているバレット吉田は2000年は5月22日大内選手と戦って、この時も2ラウンド、この時は2ラウンドスリーパーホールドで勝利、それに続いての試合となります。会場からまた大河内コールです。なんとかなりそうだっていう雰囲気がやっぱりお客さんをそういう風にさせてると思うんで、さあ打撃です、パンチ入っています。バレット大河内のローキックからパンチ入っていない、逆にバレットの方がパンチ捉えています。ごまかされた感じありますね。なるほどね、さっきのダウン気味かなと思ったのもうまく自分のペースに戻していくんですね。要は試合を支配しているのはバレットなんだっていうことでしょうね。なるほど、大河内の前線が目立つっていうのはやっぱりバレットが強いから前線に見えるわけであって、なるほど、そう言ってみた前回のノゲラ戦もそうでした ね、 そうですね。ここでゴングです、試合終了となりました。まあ、やはり試合コントロールしていたのはバレット吉田のイメージが強いですね。もちろんそうですね、ただ大越選手やはりあそこで見せたやっぱり蹴りっていうのはね、本物だったと思うん で、 そうです、ね、これからどんどん攻めるファイトをしていってほしいですね。高島さんはまずこの大越選手の戦いどんな風に振り返りますか。本当はよく頑張ったと思います。頑張ってるんでやっぱりそろそろ結果が欲しい、まあ判定はかなり不利だと思うんで、そのようですね。判定もやはりバレット選手にコールされました。ご覧いただきましたライト級の一戦です。大河内守は敗れています。バレット吉田判定2対0で勝利を収めました。ライト級の一戦がご覧いただきました。I think the fight should be a draw. Maybe if there was one more round, maybe he would knock me out. Like I'm still not used to the gloves, and he had real tight defense. Like I couldn't get my hand inside.
he's yeah, he had a lot of experience, like very good defense. Oh, I'm not sure yet. I gotta work on some stuff. I'm too sloppy. I love to stand up. I love to throw lots of punches, lots of knees. To get me to where I can go down and submission or pound him even more on the ground. I think he'll take me down. I think I'm gonna, you know, just try to stay away from his shoot. Maybe hit him a couple times standing up, but eventually he'll get me down and we'll be in guard and I'll be punching him from the guard and then just work. Hopefully later rounds I'll be able to stand up a little more and kick him, maybe knee him while we're up, so. まあ、ビデオとか見た限りだと一応トータル的に全部知ってるけど、だけど別に全部知ってるけど逆に言うとなんか全部知らないみたいな感じで、怖いとこは別に一個もない。前から打撃はずっと練習してたんで、今回そうですね、あんまりタックルとかそういうのはいつも考えてないんですけど、とりあえず打撃でいつも行って、でチャンスがあったらテイクダウンするって感じ。まあとりあえず打撃で KO してます。続いては第6試合セミファイナルです。ミドル級の一戦、5分3ラウンド、赤コーナー加藤哲司対トーマス・デリーの一戦となりました。高島さん、まずは加藤選手、これマッハ選手とのミドル級チャンピオンシップ以来の形だと思いますね。そうですね、あの半年、約半年ぶりのファイトなんで、まあマッハに敗れたといえどもまだまだミドル級王座から遠ざかっていないんだっていう、そういうところを見せてほしいですよね。そうですね。坂本さん、そしてこのトーマス・デリー、デビュー戦になるんですが、そうですね、あの非常にあのアグレッシブな選手なんで、加藤と合うんじゃないですか、うん、試合は感じ合うと思いますよ。キャラはもうバッチリですよね。もう間違いなくあのバッチリなんですけど、ただまあやっぱりあの加藤っていうのは本当、先ほど高島さんが言われたようにミドル級でも実力者なんで、うん、その選手相手にどこまでやれるかっていうところが見どころだと思うんですよね。足を抜かれましたね、サイド取られてしまいましたよね、うん、もううまくコントロールしています加藤。上になっています加藤哲司は現在ミドル級の第2位です。チャンピオンには桜井真帆隼人、第1位がレイ・クーパーです。分かりましたね。分かりました。あ、このポジションでコーナーをうまく利用してバランス取って打撃入れるんですね。しっかりとももで挟み込むようにしています加藤。打撃もしっかり入れていきます。真上から落としていく、このブリッジもうまく乗りこなしています加藤。もうここまであのマウント取ってあのしっかりやってるんで、もうちょっと的確にあの一個一個打ち下ろしていった方がいいと思いますね。はい、やっぱりあの今は総合を戦う人ってやっぱりグラップラー系の人が多いと思うんで、あのこういうポジションでまずマウント取られたらもうグラップルだったら負けっていう印象、そこから逆転ってすごく難しいじゃないですか、それプラス打撃をもらうと諦めてしまう人多いと思うんですよ。そうですよね。でこの間やっぱりキックボクシングやってて打撃に慣れてるのか、はい、パンチやられて痛いでしょうけど、なんか気持ちは持ちこたえてますよね。うん、なるほど。結構グラップラーの選手だったらマウント取られたらパンチ落とされたらもう諦めかねない状況だとは思うんですよ。泣いちゃうこと多いですよね、やっぱり。あー、いいパンチ入りました。あー、でも1本戻しましたよ。戻しましたね。まあ、この位置で戻してもまあきついことはきついでしょうけど、はい、左のパンチも入れていきます。あのいいパンチ打ちますよね、やっぱり。まあ、とはいえ打撃何発かもらっているんですが、トーマス・デニーまだ気持ちは泣いているところありません。取りに行けるんだったら取りに行ってほしいですね。そうですね、今もちょっと十字はチャンスはありましたよね。このブリッジうまく乗りこなしていますが、これパンチに集中してちょっとバランス失いかけましたね。ちょっと力なくなってますよパンチ、ちょっとバランス崩しました。尻餅をつくような体勢、今度は入れ替わりました。これもでもすぐに十字とか感覚は狙えたと思いますが、ね、ちょっと打ち疲れ見えますよね。さあポジションが入れ替わりました。上になっていますトーマス・デニー。
ここで第1ラウンド終了です。まあ、あのコーナーのところよく返しましたよね、トーマス・レディの方は。そうですね、まあ、ポイントは完全に加藤ですね。高島さん、やはりあのままで終わっていればトーマス・デニーってどういう選手なんだろうってまだ分からないままでしたけどもね。ただ十分にあの加藤の力を持ってすれば1ラウンドで決めれたと思います。うん、なるほど。加藤選手の課題もやはりまだあの1ラウンドでもあるということですか。そうですね、これでスタンドで始まりました、はい、膝が入りました、それで終わる可能性ありますからね、今から。うん、そうですね、打ちをさせています加藤。やっぱりあそこまで有利なポジションを持ってるんだったらやっぱ決めに行ってほしいですよね。うん、さあ潰していきました。1ラウンドとまあ似たようなポジションになっています。戦う位置もこのコーナーの場所で戦っています。上抜いていきました、サイドポジション取りました。今度はやはり打撃を嫌ってか自分の方に引きつけるようにします。マウントを探る加藤、これを取りました。ぶら下がるような形になります。打撃を嫌って頭を中に潜り込ますようにする。これでもかなりもう上に上がられてますし厳しいですよね、トーマス・デニーはこのポジション。パンチを落とします。ちょっとパンチをやっぱり落とすときに前傾になるっていうのはそれは利用してますよね。うん、最後の福井のパンチです。頭を強引に押し付けるようにしてパンチ加藤。まあ、ちょっと一本決めに行くっていうのは場所自体はちょっと良くないかもしれないですね、加藤選手は。そうですね、ただそこにいるっていうことはパンチを狙ってるんでしょうね。うん、ああなるほど。十字行きたいんだったら頭中に向ければいいわけですから、こう運んでいくっていう感じないですもんね。うん、あでもあこれだいぶ効いてますよ。でも強引に左手で押し付けるようにして打撃入れていきます。うん、今度は左足としてますからね。でもね、トーマス・デニーも、ね、トーマス・デニーのいいところはやっぱり背中を向けないところですよね。あれだけ殴られててもやっぱ背中向けるのも最も危ないですから。これも腕を取られるぐらいなら顔を殴られようっていうそういうポジションを取りましたよね。なるほど。さあこのポジションは、しっかり密着してはきますが足の外に出なかったですね。トーマスに惜しかったですね。そして再び上からパンチを落としていきます。ちょっと体が丸まったような形になっています。トーマス・デニー右足抜きました。加藤トーマス・デニーはまあこれまで総合の戦い16戦戦って15勝1敗という戦績を残しています。あこれは返していきました。アメリカ人はそうですね、鉄砲返しが多いですよね。足を使ってスイープっていうよりも、うん、あその辺あれですね、腕の力ですよね。そうでしょうね、背筋もすごいですね。やっぱり加藤があのパンチでパンチでって言ってかなり前傾だったと思うんですよ。それを利用されましたよね。あなるほど。あれだけ打たれながらそれちゃんとしっかり情報収集してたんですね。結構なんか修羅場くぐってるかもしれないですよね、この人は。これ自ら密着していきます。再び離れます。なんかもともと生まれはどうもアイルランドとかあの辺みたいなんで決して治安のいいっていうかもう本当普段の生活がいつ爆弾が爆発するとかそういうとこですからね。なかなかちょっといやらしいパンチ打ちます ね、トーマス・デニーね。さあこのポジションはどちらが取るか。加藤がうまく足を抱えてしかしここで第2ラウンドが終了です。この試合も最終ラウンドにもつれ込むこととなりました。これ分からなくなってきますよ、ああいう風に攻め込んでいるのに、後でいつも返されていると。このラウンドちょっとあのトーマス・デニーいいところが出ました ね、そうですね。かなり加藤選手疲れてますね。ちょっと疲れてますね、内疲れじゃないですかね、攻め疲れ。逆にトーマス・デニーはこう拍手をしながら、ね、やっぱりどんどん、まあ、ダメージはあると思うんですけど気持ちは上がってきますよね。いいストレート。そしてすぐにタックル仕掛けます。1、2ラウンドもやはりこの展開で上のポジションは先に取るのは加藤です。加藤疲れましたね。あのいいパンチが入っているのに、ああいうテイクダウンの前傾のあれはタックル上手い選手、タックル切るの上手い選手だったらあのタックルじゃテイクダウンできないような流れたテイクダウンでしたからね。あなるほど。加藤疲れてますね。さあサイドポジションは先ほどから取れるようです。しかしこの後なんといってもトーマス・デニーの気持ちの強さですね。1ラウンドから目立っているのは
あと小さいパンチ出してみ。坂本さん、このトーマス・デニーは、はい、この1月の WF にルミナ選手とマッハ選手を視察に行った時に、トレーニングしたっていう話はある。そうですね、ルミナがやはりあの面白い選手だと。おお、面白い、もう来るっていうのを楽しみにしてましたね。別の意味でですけどね、そうですか、でも気持ちの折れないい選手ですよね、本当にね。で結局加藤を疲れさすまでは今持っていってるわけですから、あとワンチャンスがあれば倒せる可能性があるということだと思うんですよ、高島さん、そういった意味ではこの最終ラウンドまで、まあ、もつれ込んで勝つタイプっていうのももちろんいますもんね、スタミナで。そうですよね。さあ腕仕掛けていきます。さあこれ伸ばせるか、加藤抜きましたね。抜きました。ちょっとお尻つくのが早かったかなという感じしますね。なるほど、ポジション入れ替わりました。ちょっと加藤の疲れが気になります。ボディパンチ、そして顔面、上になっていますトーマス・デニー。この試合がシュートのデビュー戦です。エクストリームシュートライト級王者という肩書きも持つこのトーマス・デニー。エクストリームシュートっていうのはテキサスで行われている大会で、招待ルールの大会ですよね。肩もなんとか防いではいますが、今度は首を引きつけるようにします。エビの動きを使って逃れとしますが、あと決めきれないですね。決めきれなかったですね。ここで試合終了です。判定にもつれ込みました。ちょっと1ラウンド加藤選手があれだけ圧倒していましたからね、早く決まるかなという予感もあったんですが、まあ勝者は間違いなく加藤だと思うんですけれども、こうやって終わってみるとトーマス・デニーが頑張った印象の方が強くなっちゃいますよね。あ、なるほど。ご覧のように判定ではありますが、加藤選手この表情からはかなり疲れが見られます。判定3対0で加藤哲司がトーマス・デニーを下しています。いや、もうスタミナ切れて、もう全然相手がどうのこうのっていうより自分のコンディションが悪すぎてびっくりしました。あ、もう1ラウンドであれ決めれなくて、もうあ、これ完全バテだなと。もう打撃で攻めて、で普通にテイクダウンしてマウント取って、であそこのマウント打つ時にちょっと力入りすぎました。もう少し力抜いて打てばよかったんですけど、これで仕留めようと思って、あ、もうダメだな、まあ、ちょっとなんでかなっていうのをいろいろ考えてやっていきたいと。ああ、情けない。加藤さんに来的1位というだけですね。今はもう特別な存在とはそんなに思ってないんで、変に気負ったものも、こっちを気負ったものもないし、または本当にただランキング上の人間だから倒して上に行きたいというだけですね。はい、朝日さんはシュート10年やってますけど、僕ももう格闘技始めてもう10年経ってますから、別にそんなキャリア云々ってみんな言ってますけど、単純にまあいろんな格闘技の試合数入れたら僕の朝日さん何十倍もやってると思うんで、そう、みんなが思ってるほどキャリアの差ってはないと思ってます。自分ではひょっとしたらつまんない試合になっちゃうかもしれないんですけど、とにかく僕はもう勝ちに行きますから、全部向こう次第です。もう向こう次第ですから、朝日さんがどう出るかだけで、多分今日は一元さんお断りの試合になると思います。別に一人の対戦相手ですよね、はい、それだけです。上松に勝つとかじゃなくて、ただ試合は勝ちたいですよ。やっぱり誰とやってもどんな試合でも負けたくないです、はい、別に上松だからとかそんなことは関係ないです、はい、理想はですね、僕が立ってたら上松がそこに倒れてくれた、じーっと見てたら、そしたらそれが一番理想ですね俺結構やりますからね、ロープに24分間押し付けてみたり、ね、寝転がってみたり早く家帰ろうかなと。首絞められたら嫌だし、ああ蹴られても嫌だから、どうしよう全然考えてないですね、まあ、どうにかなるんじゃないですか。アゴナフィールドカプリ162センチ、63キロ、ライト級に上松ピュアブレッド大宮162センチ62.6キロ。
ライト級1位朝日ロバール リード2戦9月15日後楽園ホール大会、いよいよメインイベントを迎えます。ライト級の5分3ラウンド朝日昇対上松直哉の一戦です。坂本さん、はい、まあ、新旧世代構想、まあ、いろいろ言われて、そうですね、一番注目のカードでしたね。これあの上松がやっと掴んだあのチャンスだと思います。あの朝日のボルトやれるということで僕は非常にあの上松が感激、それだけでね、あのかなりの価値あることだと思うんですけれども、はい、やはりここはねもう綺麗に切って落としてほしいですね、上松の方に。なるほど、逆にも朝日さんの方にはあのやっぱり負けてほしくないなという気持ちは僕は強いですね。そうですね、さあまずは組みついていったのは上松です。上になりました上松。高島さんはこのカードどんな風な予想があったんですか？まあ勢いは上松にあることは間違いないんですけど、そんな中でやっぱり長い間見てるとあの朝日昇るっていう人間にやっぱり思い入れも出てきますから、朝日昇るの意地が見たいっていうのがありましたね。あの妙にも最近いい人っぽい感じなんでかつてのえげつなさ見たいなっていう。なるほど、まあ、それを引き出すかどうか上松っていう部分もありますよね。まあ、あのやっぱりノゲイラはその辺引き出したと思うんですよね、うん、朝日さんの持てるその力というか、関節の力ですよね、あの決めの力っていうのを出したと思うんですよ。それをしのぎ切って、まあ、ギロチンで落として勝ったっていうところで、やはりあの上松もそれぐらい見せてほしいですね、うん、まあ、朝日選手のコメントだとそのノゲイラに敗れた時はまだまだあの時は、はい、まだこれから登る可能性があったっていう気持ちはあったようですね、なんといっても今チャンピオンがノゲイラ、はい、第1位が今下になっている朝日、第2位が上松ということで一番近いところにいるわけですからね。そうですね、で先ほどの試合であのスワンパーリング選手も勝ってバレット選手も勝ってということで、あの結構あの外国人選手が増えてきましたんでね、うん、これはちょっとあのうかうかしてられないと思うんですよ、はい、そのためにもやはりあの上松には頑張ってほしいなと思います。今2人で喋りましたね。そうですね、なんかそのあたりの精神戦というかそれもありますよね。というかどんな精神戦でもお客さんの前で選手がリング上で喋るなんて考えられないですね、うん、さあ足を両選手ともキャッチしています。上松はアンクルホールドですね。アンクルに切り替えました。さあここで決まるか、うん、かなりこだわってますね足に。アヒールアヒールです。朝日のアヒールホールド、朝日も必死ですね。両選手ともこれ足を仕掛けています。まだキャッチしています上松。まあでもこれ すごく複雑な体勢ですね両者とも、完全な形に足は入ってるんですけど、そのなんていうんですかね、形的にはパーフェクトじゃないんですけれども、まあお互いどっちに転んでも決め合えるという、まあ、こういう体勢になるのってやっぱりこの2人は足関節非常に優れた選手だからだと思うんですよ。この出し続きます。一つパンチを出していきました朝日。朝日のボールは、まあ、第3代ライト級王者です。現在頂点についているのはノゲイラ。いやでも決まっててもおかしくないようにも見えるんですけどね。ただ朝日さんも足一本入れてる。上松も、あのヒールホールド朝日さん狙ってるんですけどもね、そこまで足上に上げないんですよね、ちょうど中途半端なところで止めたりしてるんですよ、はい、ももの辺りにかかと落としていきます朝日。いやあの散らすのはやっぱ朝日さんの方がうまいですよね。あのよしよしよパンチ打っていったりとか。ああなるほど、その辺やっぱり上松の方がやっぱり力もあるだろうし素直ですよね、上松の方がやっぱり騙されやすいっていう感じはありますよね、迷いながらじゃないかなっていうのは見ていて、それがまあ自信のなさかもしれないんですけども、はい、まあ、でもそういうところで新旧対決みたいな部分が出てるわけですね、色として、うん、そうですね。ロディに一つ入れていきました。かかと落とします、うん、あえて余裕の笑顔を見せているのか上松。見せるしかないって、でも笑顔が引きつってますね、うん、足で止めましたね。さあ第1ラウンド終了。一つ頭を下げました上松。さあ高島さんどんな風に1ラウンド見られましたか？まあ、上松は余裕が見せたいんでしょうけど、うん、余裕になってないのが辛いところじゃないでしょうかね。なるほど、坂本さんいかがですか？そうですね、やはりあの朝日さんのやっぱりあのうまさも出てますよね、うん、それを、まあ、上松の若さがちょっとしのいでるかなっていう気はします。なるほど、はい、
上松が勝ってるのは肉体的な若さ、そこだけで今有利にあるっていう感じですね。さあスタンドパンチからロー、その間に朝日もワンツー入れていきました。右足前の構えが朝日、距離を詰めていきます。ローはフェイント。坂本さん、これ試合前に上松選手が、はい、一元さんお断りの試合になるかもしれないなんてコメントありましたけども、それでもあの皆さん十分あの関節で湧いてますよね、足関節でね。まあ、今のタックル良くないですね。自分のための試合だっていうのがあるんでしょうね。ああ、なるほど。さあ上になりました。しかし右足が折りたたんで入っています。朝日この体勢はまだ動きません。ちょっと上松選手がイライラしているような表情にも感じますね。要するに、まあ、あのなんで足関節の攻防になるのかというと、要するにパスできないからなんですよね、お互いに。ラケットで会場沸きました。この辺りもアピールを見せます。やはりこう若い選手がこう先輩に対して虚勢を張っているという部分にもちょっと見えたりもしますね。そのまんまだと思いますね。それを逆に朝日はどう感じているか、逆に若いからこそのこのアピールかもしれません。ダメな若さですよね。そうですか。思い切ってじゃあぶつかれよって言いたいですよね。この足元がいいパンチ。朝日のものはこの試合を見とけばいいんですけど、上松直哉はこの試合を腕取りに来ましたね。後を見ないといけないのに、そういう気はしますね。ああなるほど。これも上になりました。ちょっとやはりイライラしている表情は伺います。上松、やっぱりすぐに表情出しちゃいけないですね。あの相手のセコンドも見てますし。ああなるほど。こうなるとペース的にやはりあの朝日さんが押されてるはいても朝日ペースになりかねないですからね。どこでどう変わるか分からないですから。最後切れた、今のもいいと思いますよ。そのまま足が下に行ったっていうのは。さあチャンスです。足で体を制することができてないですよね、足感入るのに。まあ、それをさせてないっていうことなんでしょうけど。そうですよね。まあ、この2人、上松選手が前回7月16日ジョー・ギルバート戦に勝ったところでリング上から朝日選手に対戦要求をして、ここは実現したということです。さあ上のポジション、これは素早いスピードあります。そうですね、させないですね。ここですよね。こういうここまで読んでるか、この後を読んでるかですよね。あなるほど。こう逃げてくるのは定石なんで、そしたらその瞬間にさらに体を回ってバックまで行けるかと、そこまで考えてたかどうかなと。あなるほど。こう将棋みたいに何手先読めるかっていう部分が今見えましたね。今それが一番できてるのはあの彼らが目指すところにいるノゲイラだと思うんで。なるほど。さっきも言いましたけど、上松はノゲイラ戦を見据えて戦わないといけないと思う。8月27日には横浜文化体育館でそのノゲイラに辰巳選手が挑んだんですが、フロントチョークで辰巳選手敗れています。圧倒的な強さを見せつけられた直後の試合ですからね。そうですよね。ここでこのラウンド自体はどうでしょうかね。また流れ自体は変わったんでしょうか。まあ、いやまだやはりあの上松の若さが朝日選手を押していると思います。ただでもやっぱり印象に残るとどうしても朝日さんになってちゃうんですよね。苦しいところじゃないですか。そうですね。さあ注目の一戦ファイナルラウンドです。第3ラウンド、あと5分ですよ。本当に上松行ってくれないと。ずっと上でいてほしかったですね。ああなるほど。ダムを使って押し付けていきます。かかとでプレッシャーをかけていく上松。上になっている朝日昇は現在ライト級の第1位、下の上松は第2位です。上松22歳、上の朝日昇は32歳。腕に絡んでいこうというところです。あこれ逆に十字入りますよ。まだ腕を離していません。ちょっと浅いようです。
野も次の流れが見えましたね。下から左足で仕掛けていきます。そのまま持ち上げるようにするのが上松。お、一つフェイント振っておいて、もう一つローキック。まあ、上松はこの日のためにロングスパッツを用意しましたね。そうですよね、それこそ朝日選手たちが昔履いていたスタイルですよね。朝日さんね、昔からショートパンツなんですよ。朝日さんはそうですか。動きづらいって言って、これでも実は滑らなくて動きにくいっていう話もありますよね、ロングスパッツ。そうですね、ただ滑り、本当滑りにくいんで足感得意な人はいいかもしれないですね。ただ逆にまあそれで相手で 手で拭かれたりとか、そういうことはありますね、汗を。そういうのありますよ。高島さん、今のこの位置からパンチ何発か入れてますね。そうですね、まあ確実にポイントは取れますよね、朝日のボールもこのままじゃもう勝てないですから仕掛け欲しいですよね。そうですね、明らかに取られてますから、やはり仕掛けるのは感じるのは上松選手ですね。完全に上松です。それは最近朝日昇という選手に対してもう受け身のファイトしか見たことがないっていう印象があるので、まあ、特にこの上松との対戦なんで見せてほしいという部分もありますね。ありますね。体をスピンしてパンチを一つ落としていきました、上松。さあ返していく。落とし出すような形ですが、また戻っています。首をキャッチしている。ちょっと朝日は力の入らない体勢です。声を出したのは朝日か、それとも上松か。さあ残り時間も少なくなってきています。ここで試合終了となりました。この注目の新旧対決、判定ということになりました。両選手が握手を交わしていますが、果たして心中はというところですね。高島さん、どんな風に試合振り返りますか。まあはっきり言ってもっといい試合を期待してたんで、なんか気持ちが伝わってこない、そういう試合もあるんでしょうけど、はい、この2人にはもっと求めてして求めていましたね。レフェリー鈴木、さあ判定です。29対28、上松、1人目が上松。サブレフェリー横山、表情です。30対30、イーブン。2人目はドローとなりました。サブレフェリー菅野、30対29、上松。お聞きのように判定2対0です。上松直也が朝日昇を下しました。さあ坂本さん、この一戦振り返っていただきたいんですが、そうですね、やはり野毛ら目指すんだったらもっとやってほしいっていうところは僕はありますけれども、上松まだまだ伸びると思うんで、そうですね、もっといい勝負してください。はい、ご覧いただきました2000年9月15日リード2000後楽園ホール大会でした。メインイベントは上松が朝日を下しています。もうちょっと打撃使いたかったんですよ。それが甘いったら合わねえな。別に決めるなんて5秒よりは最後のラウンドも失敗したですわ。失敗したというか、まあそんなの簡単決まんないけど、腕絡み来てくれってあれも待ってたんで、腕絡み来て返してくるとこ10時しました。まあ、最高の試合をしましょうと。最高の試合をしましょう。俺も最高の試合したかったから、期待されてるんだったらもうしましょう。別に殺し合いじゃないんだから。ただ最高の試合って俺にとっては叩き潰すことやったけど、叩き潰すって俺理由にそれができない以上はダメです。ダメですねーと自分でつくづく、お前これじゃダメじゃんって練習でやってること全然相変わらずできないですね。ライトアキレス3回ぐらいにドンピシャで入ったっていうか、今普通の人だったら絶対決まるとこまで入ったんですけど、いや本当にね、足関節の鬼でした。僕はせいぜい足関節の 赤ん坊ぐらいですよ。本当にやっぱり朝日昇るとやる以上足勝負しなきゃ失礼ですから、僕も一番得意なところなんで同じ土俵で勝負したかったですね。やっぱりセコンドが殴れって言うじゃないですか、殴ろうとすると三角来るんですよ。だからセコンドに、いや三角が来るから殴れませんって自分の意思を伝えてたら、ああ三角やんねえよって言って、ああ何とかね、そういう駆け引きっていうか、なんかまあ子供の喧嘩みたいなもんですけど、自分が勝つためにどうすればいいかっていうのを探りながらしてたら、
なかなか答えが見つからなくて難しかったですね。僕は一本以外は全部引き分けだと思ってますから、一本勝ちが取られたのが悔しいです。さあ続きましては2000年10月9日東京北沢タウンホール大会から2試合ご覧いただきます。まずはライトヘビー級の5分2ラウンド山下志向対マチアスリチオの一戦。坂本さん、この大会は全てクラス B の戦いなんですね。そうですね、あの下北沢ではいつも行っているあの定期戦ですね、はいはい、右足左足抜いていきました。この一戦はパレストラ東京の山下志向対パンクレーションクラブベルミニアンマチアス・リチオの一戦です。あ、もうマウント取りましたね。あの山下、あのあれ寝技には定評のある選手ですからね、はい、まあ、これからどんどん上がってきてほしい山下ですから、うん、あのまだまだ総合が発達していないフランスの選手、はい、もうきっちり勝ってほしいですよね。あ、なるほど。山下選手はここまで2戦戦って1勝1敗です。一つの勝利は一本勝ちで決めています。上になっています山下は今年1月の竹内戦以来の戦いとなります。マチアスは、まあ、あの打撃いい選手なんですけど、やっぱり封じ込まれてしまいましたよね。うーん、ヨーロッパの選手に言えることは相対的にもうテイクダウンに弱いということです。あ、十字いきますよ。あ、さあ決まるか。ここでタップ。うん、早かったですね。これで山下選手勝ち星すべて一本勝ちでの勝利なんですね。ここまで友さん、この戦いどんな風に聞いてますか？あのいい流れ作りましたよね。あの相手があの起き上がっていったところ、そのまま十字っていうね、はい、綺麗な一本でした。そうですね、返されたと思ったところですね、はい、そうですね。ご覧いただきました山下志向が1ラウンド1分18秒腕ひしぎ十字固めで勝利を収めています。北沢タウンホール大会メインイベントです。ミドル級の5分2ラウンドブルーのスパッツ池本聖地対ダミアン・リチオの一戦となります。坂本さん、池本選手はこれ今年5試合目ですね、はい、そうですね、すごくあのよく試合する選手ですし、うん、あのやっぱり動きがいいから誰とやってもいい試合になりますよね、うん、高島さん、しかしこのデビュー戦以来勝ち星自体は池本選手実はないんですね。そうなんです。ただそれが意外って思えるぐらいいい動きができているっていうことだと思うんですよ、うん、あの印象に残る選手ですよね、そうですね。本当に自分からどんどん仕掛けるしよく動くイメージがありますよね。そうですね、まあ、彼も言ってるように流れの中で決める選手なんで一つで骨折するっていうタイプじゃないですね。腕決めながら次十字ですね。早いですね、早いですね。さあ今度はスリーパー、右腕が回っています。本当早いと思いますよ。そうですね、なんとか逃れましたダミアン・リチオ。今もリチオの方からしたらガードインサイドガードに入れたと思ったと思うんですよ。だけども、うん、その相手の動きに合わせてバック取りましたよね。そうですね、伸ばしましたね。さあいいパンチを落としていきます。ダミアン・リチオは98年の桑原戦以来の戦いとなります。これマウントに持たせた方が、あーっとここでレフリーが止めました。いや早いし動きっぱなしで決めましたね。そうですね、あのパンチもすごい回転早かったと思います。坂本さん、いかがですか？そうですね、あのやはり彼の持ち味が今回出たと思うんですね。これあ の勝利をですね、はい、一つあの踏み台にしてまたあの飛躍してほしいですね。そうですね、はい、池本聖地初の KO 勝利となりました。10月9日リード2000北沢タウンホール大会ご覧いただきました。今まで試合で全然力出さなかったんですけど、自分のやってきたことが結構積み重なって出たんで、努力した結果が今日につながったと思いますけど、初めにパッて動き回った時もちょっといつもの荒さが出かけたんですけど、動きすぎて隙間が空くっていう、でセコンドの声でちょっと落ち着けって言われて落ち着けたんで、
そうですね、セコンドにも感謝したいですね。スリーパーも狙いながら、殴れるときに殴ったっていう感じで決まったんですけど、あの後もまだどんどん関節仕掛ける予定で考えてたんですけど、まあ、あの時点でいいの入ったんで、終わったんで良かったです。続いては2000年11月12日リード2000後楽園ホール大会です。まずはクラス B の戦い、ミドル級5分2ラウンド、白いスパッツの川勝将軍対チャド・サンダースの一戦です。
坂本さん、はい、まずは川勝選手非常に今年調子いいですね。そうですね、あの池本に勝って大原に勝って、すごく今乗ってる選手の一人ですね、ただあの、まあ、あの攻めがですね、はい、あのやっぱりあの抑え込み中心になってるんで1本取れる選手になってもらいたいですね。しかも初の国際戦ということですね。そうですね、はい、高島さん、その対戦相手なんですがこのチャド・サンダース18歳なんですね。そうですね、18歳なんですけども普通の18歳じゃないという、まあ、シュートでも活躍するディン・トーマスの秘蔵っ子のような感じです、はい、でも彼は中学生ぐらいからずっとこういう練習しててアメリカでは負け知らずですよ。あ、そうですか。もう10戦経験して全て一本勝ち、しかも4分以上戦ったことがないという、なるほど、はい、パンチ入れてきました。ただそれもシュートに来たらまあクラス B からっていうのが、そうですね、どれぐらいの実力があるか、あの前回あのトーマス・レニーが来た時にもうあの来日してシュートを見てますから、はい、対応はできると思いますし、ただ川勝というのはやりにくい相手だと思いますよ。川勝は1本、先ほど坂本さんに指摘されたように1本を狙ってほしい選手なんですけど1本を取られることもない選手ですよね。あ、なるほど。今あのちょっとあの足狙ってましたよね。チャド・サンダースさんのヒールホールド得意なんですよね。そうですね、まあ、十字とか三角もよく出すんですけど、はい、今言えることがアメリカ人がかつての日本人のようにすごくテクニックを、テクニカルな試合をしたがるんですね。逆に日本人がこの川勝のように上取って殴るっていう以前のアメリカ人のスタイルですよね。なるほど、考えられないですよね。アメリカ人選手が足関節に骨折してこうやってパンチもらってるなんて、逆ですよね。その辺で川勝の方がパンチを入れて、あ、これちょっと出血ありますね。鼻血出ましたか。チャド・サンダースの方に出血あるようです。しかし足にこだわります、チャド・サンダース。以前 の川口さんを見るようなところがありますよね。さあヒールに来ます。ちょっと体勢自体は良くないようですが、これアメリカ人だったらここでタップしてたと思うんですよ、内ヒールとか入ると。川勝は左のパンチ出し続けます。ちょっと滑ったら足またいでないですからね。さあいいポジションに再び戻していきます。川勝下から足狙っていきます。あ、本当にそうですね。どちらがいわゆる日本人らしい戦いとアメリカ人らしい戦い、逆みたいな感じありますね。かなりの流血ですね。そうですね、話ですね。あ、ここで一旦ドクターが入るようです、この体勢のままドクターチェックが入っています。まあ、鼻血なんでそんなに大したことないと思います。そうですけどね、ただあの大阪大会の時にその鼻血があの口の中に入ってきて呼吸できなくなってしまうともう止められてしまいますので、やはり川勝選手はそのあたり狙っていっているようですけどね。ここでゴムです。さあ第1ラウンド、高島さんはどんな風に見られましたか。本当さっきから言ってるんですね、アメリカ人相手に体で負けてない川勝ですよね。もう体つき自体がまずそうですもんね。さあクラス B の戦い第2ラウンド最終ラウンドです。逆にチャド・サンダースというのはシュートというのは彼は以前から世界で最もテクニカルなリングじゃって言ってるんで、おなんだよ全然違うよ俺のイメージとってそういう雰囲気はあるんじゃないですかね。ちょっとやはりあの鼻血出て苦しそうですよ ね。 そうです ね、 ね、ちょっと構えとかバランス悪くなってますね。さあこちら一つパンチを入れて距離取ります。前蹴りもうまく使っていく。で川勝はこれが初の国際戦です。ちょっとパンチには繋げられません、サンダース。さあスタンドの差し合いになります。入れ替わりました。今度ロープを背にしているのがチャド・サンダース。この試合がシュートデビュー戦です。18歳。一方の川勝はここまで7戦戦って4勝2敗1分けという戦績です。そんなことで褒められたくもないでしょうけど18歳でこの体っていうのはすごいですよね。そうですよね、やっぱり日本人と違うなんて。あっと左の、はい、ちょっと浅いようですがこれかなりプレッシャーになってます。川勝ずっと、以前より思い切りが良くなってますよね。もともと日本憲法出身の選手なので突きとか強いはずなんで、今は叩きみたいな感じで打ちましたね。学生の時はその憲法の大会優勝しているようですね。そうですね、
ももの辺りに膝を入れていきます。これをうまく倒していった。相手が膝を入れて片足になったところを倒していきました。川勝上になっています。川勝いいパンチ落としましたね。今お腹縮んでるから打てるから、まっすぐ出てないから。ボディパンチ、おっと、いや返した。今はヒップスローうまかったんですけどね。強いです。川勝は池本と対戦した時もヒップスローで投げられてほとんどマウント捉えかけたので、そのまま力で戻すっていう、やっぱり今の部分は力ですか。力ですか。重心が低いというか下に重心がありますよね、彼の場合は。さあ飛び込んでいく、打ちを刺しています。川勝、チャルサンデスも展開変えるたびにスーッと立っていけたりするんで、そう、恐るべき重さという。そうですね、テクニック自体は別に何かが足りないっていう感じがないですよね、まあ、倒されないことですよね。ただ、あ、なるほど、そうですね、まあ、14歳からその格闘技を始めたということですけどね。そういった意味では4年格闘技歴はあるわけですよね。そうですね、まあ、総合格闘技です、歴ですよね。そうですね、まあ、そういう時代になってきたんじゃないですかね。もう中学生とかがこういうことを最初から目指し、目指すことができるという。そうですね、それっていうのはやはりシュートが目指している部分でもありますよね、はい、そうですね、子供でもというか、こういう選手がどんどん出てきてほしいですよね、ここで試合終了です。試合終了です。さあ、やはり打撃で川勝が圧倒しているイメージが強かったんですが、18歳のチャド・サンダースも最後まで打撃はしのぎ切りました。坂本さん、いかがでしょうか。まあ、そうですね、川勝コールされたように勝ったと思うんですけど、チャド・サンダースにとってはこれすごくいい経験になったと思うんですよ。また大きくなって日本に帰ってきてほしいですね。そうですね、次は日本人の今度はテクニカル系の選手との戦いたいっていうコメントもあったようですよね。池本なんかいいんじゃないですか。なるほど、はい、ご覧いただきました。川勝将軍が勝利を収めています。Good opponent, strong fighter, can fight standing up and on the ground. Very all-round fighter. I want to show just a good fight, both standing up and on the ground. And I hope Sasaki also will, so we make a good performance for the audience. Just really technical. Not by only power, but I like the technical fight. He's also known so. まあ、十字がうまいんだよ。下からの十字と、あとは上からとパスさせないところと、あとは立ちがどれだけできるか分かんないんで、まあ、そんなに注意してやりたいなと。そうですね、テクニックを駆使して、まあ、なんとか勝ちたいなと思いますね。打撃ってやっぱスタンドリズムじゃないですかね。どれだけそれでプレッシャーかけるか、そこがキーポイントだと思います。とりあえずとにかく勝つ、別に、まあ、一本狙いにいけたらいいという、そういう試合者です。続いては第8試合、ライトヘビー級の一戦、5分3ラウンドです。佐々木勇気対バルタイン・デヨングの一戦です。両選手とも感覚は違いますが、須田選手に敗れたその後の試合となります。三角入ってますね。すでに入ってますね。入りましたよ。さあ、そのまま首を手前の方に引いてきます。これいい感じで入ってますね、はい。ちょっと足入れてますけど厳しいんじゃないですか。うん、腕を押してますね。さあ、いい形でしっかり捉えています、マルタイン・デヨング。これ危ないですよ、もう、もうかなり入ってますね。深く入ってますね。そのまま絞ります、深く引きつけます。ここでタップがあったようです。いや、最初にキャッチしてそのまま持ってっちゃいましたね。いや、ちょっと気許しちゃったんじゃないですかね。これは番狂わせですね。いや、このマルタイン・デヨングはヨーロッパでもこのシュートをプロモーションしていきたいっていうようなコメントもあったようですけど、選手としてやはり相当魅力ある選手ですね。そうですね、寝技こんなすごいと思わなかったですね。一発持ってましたね。そうですね、ご覧いただきました第8試合のライトヘビー級の一戦、1ラウンドわずか40秒です。三角締めでマルタイン・デヨングが勝利を収めています。
I was very nervous before I began. But then when I stood in the ring, I thought, okay, I finish him in one round. I don't know why, just in my mind, one round, I finish him. Even though he's really good, because I did some training with him, and he's really technical, and he got a lot of technique, and he's really strong, but he just made a mistake, and I took advantage, and that's how it goes. That's the way grappling is supposed to be. Yes. In Holland, I'm Dutch champion free fighting, I have a belt, so now, for me, the biggest honor is to have the Shooto belt. やってない相手でやりたい相手って考えたら、まあ大河内さんが上がってきたんですね。でこの前のバレットとの試合ですごくいい、まあ、攻防を見せてたんで、まあ、これは今やるといいんじゃないかなと思ってお願いしました。まあ向こうもそうですけど、僕もその打撃、それからまあレスリング寝技とどの展開になっても一応お互い動けると思うんで、まあ結構見応えがあるっていうか、あまり膠着は僕は望んでないんで、向こうもそういう気持ちがあれば、動きのあるいい試合になると思います。まあ、上手い試合をするとは思うんで、でもあんまりね、相手のことを深く考えないで、まあ、自分のスタイルを貫いた試合をしようと思ってますんで、まあ、結構もう何戦もしてるんで、試合中に考えたりとか、あとインターバルの途中に作戦を切り替えたりとかする力がると思うんで、まあそうですね、試合によって流れでいろいろ変えていくっていう感じですかね。まあ、総合力ですね。全力尽くしてね、やれば必ずいつか結果出ると思って信じてやってます。全力を尽くして頑張るということです。続いては第9試合ライト級の一戦です。5分3ラウンド、大河内守対野中公人の一戦となりました。坂本さん、はい、この試合はランキング9位と10位の対決ということですね。そうですね。前回大河内選手はバレット選手といい試合やったんで期待持てると思うんですけど、野中選手やりにくい選手ですからね。あ、なるほど。散らすのがうまいですからね、打撃で、うん、今上になっています野中、現在野中が10位です。高島さんはこの試合どんなところ注目されてますか？そうですね、やっぱりいい選手なんですけども、どちらもいい選手なんですけど、今一つ上位に顔を出せてないですよね。そういう部分で一つの、まあ、サバイバル的な戦いではあると思います。どちらが抜け出すかっていう、そうですね、落とせないっていう戦いですよね。ローキックを振っていきます。フェイントを絡めながら蹴りを出していくのが野中。キャリア的には大河内の方が全然長いんですけど、年齢的には野中が上という。32歳ですね、野中選手。そうですね、浅井選手同い年ですかね。うん、かなり充実してますよね。でも、うん、そうですね、まあ、この両者先ほどお話ありましたが、今下になっている大河内選手は前回バレット吉田選手と好勝負、一方の野中選手は、5月22日に阿部選手と戦って、この試合も敗れたんですけど内容は非常に良かったですね。ただそれによって彼は、もう自分の格闘技をできる、まあ時間というのを考えた上で、それでもピュアブレッドに入社っていうんですか、もう格闘技一本に絞ったんですよね、それまでの仕事をやめて。だからかなり気合は入って、それがまあ髪の毛を短くしたっていうだけじゃなくて、試合にも出てくるんじゃないですかね。そうですね、まあ大河内選手も同様のことは言えると思うんですけどね。まあ両選手とも本当に進化が問われる一戦だし、そうですね、っていうことですよね。上になっています野中。まあ今のところ見る限り野中選手の方が押していってますね、立ち技でも寝技でも。下からクロスのガードを取っています大河内。大河内は上を取りたいですよね、やっぱりどうしても下になることが多くて、相手の方が有利に見える状況が多いですよね。ああ、なるほど。今下になっています大河内。まあ大河内選手もガッツマンシュート道場できたことで、その仕事を辞めて一本にっていうのもあるようですね。そうですね。A パンチです。立ち上がり際狙っていました、アッパー、これは一旦距離取ります、ミドル、ここで第一ラウンド終了となりました。最後ちょっと打撃の面白いありましたね。はい、そうですね。
まあ、やはりお互いに簡単には崩せないなっていう感覚はありそうですね。ただまあ、野中選手の横の動きがありますからね、大河内選手はちょっとやっぱりまっすぐなあの攻めが多いです。なるほど、はい。野中の打撃っていうのは見てると往年の、まあ、名キックをさ藤原敏夫さんみたいな、そういうところちょっとありますよね。左を手を伸ばして距離を取るようにします野中。ミドルキックからストレート。どうしてもやっぱり下になってしまいますね、うん、そうですね。あ、抜かれましたよ。うまく返していきます。さあサイド取りました。密着していきます。しっかり固めていくところ、うまいですね。完全にサイドポジションを形成しました。今度はマウントを探ります。右足を畳んで越えていくことができるか。右の膝を畳んでこれを防ぎます。横四方のような体勢になります。ああ、しのぎ切りました、おコーチ。いやでも、野中もいいと思いますよ。無理にずっとやるんじゃなくて、すっと、じゃあスタンドでも来いよっていうことですし、うん、だからこう重い蹴りをこれも放っていきます。フェイントをして、左の蹴り、ローキック。でもちょっと顔を出てるんで気をつけた方がいいですね。立ち上がりました。さあスタンド、ハイキック出していった。ああ、いいパンチですね。ボディパンチ。あ、野中選手いい仕上がりしますね、でもその打撃がいいのにそれでもテイクダウンに行ったっていうんですかね、もうどっちでも来いっていうことなんでしょうね。そうですね。試合前のコメントだと野中選手は本当に戦いたい相手だったっていうことありますからね。そのあたりもこの積極さにつながっているのかもしれません。うまい。さあ取りました。おー、まあ、あのライト級の回でこれぐらいのレベルですからね。そうなんですね。いかに層が厚いかということはもう伺えますね、ライト級。この11月12日後楽園大会なんですが、チャンピオンはノゲーラ、1位が植松、2位が辰巳、3位が朝日、そして4位にバレット吉田というランキングになってますね、この時。立ち上がります。アッパー時々フット絡めてくるんですよ。いいストレート。いいですね。伸ばしていきます。高島さん、これ見てると一発で倒れる可能性ありそうですね。そうですね。坂本さん、ライト級でこれだけ豪快な打撃っていうのも、非常にあれですね、当て感もいいし、散らすのもうまいし。距離詰めていきます。いや、嫌な選手だと思いますよ、これは。相手にとったら、まあ、これもちょっと自らという形になりました、大コーチ。さあ再びマウント下がるか。苦しそうですね、顔は。マウントはまだ取れていません。ちょっと簡単にやりすぎですね。今度は逆のサイドポジションを探ります。首にこのあたりプレッシャーかけながらです。肩固めの形になってます。いい攻めしてますね。しっかり、そして下半身の方も動いています。ポジションを探っています。展開を作ってますよね、自分で。相手がこう来たらこうしよう、こうしようと、決して一つのことに固執せずに、見えてなくても見えてますよね、体反応してるっていう。ここで第2ラウンド終了。鹿島さん、やっぱりその動きですね、ポジションの取り方もそうですけど、スタンドもグラウンドも野中が圧倒してますよね。試合始まるときに年齢が32歳の野中選手って話ありましたけど、いや本当にアグレッシブでスタミナもありそうですね。さあ第3ラウンド、坂本さん、やはりここまでの流れで野中選手は戦いたい、ね、そうですね、まあ、大河内としてはやっぱり思い切っていった方が、今みたいな感じですぐ倒れるのよくないですよ。1ラウンドからずっとそれ続いてますけれども、そうですね、自分から下になって、そしてサイド取られるっていうのは、決していいことじゃないと思います、はい。右足に絡んでいます。下になっています。大河内守る。下の大河内が28歳、これまで21戦戦って、9勝10敗、言い訳となっています。さあここからですね、ここから何を仕掛けれるか、下から硬いクロスのガードは取っています。野中はあまりなんか困ってないような感じがしますよね、下になってても。
あの前回のバレット戦での あのいい試合が皆さんの思い出してると思うん で、ね、ここはちょっと逆転にあの期待持ちたいところですよね、この試合これまでここまでが唯一のチャンスっていういいポジションそうですね、いいパンチ入れていきます。少しずつ足をずらしてきていますが、下からも仕掛けていきます。野中、セコンドからは勝負しろという声がかかっています。仕掛けれないですよね。手間にはマーカ選手の姿もありますが、動かされましたね。動かされましたね。いや非常に充実しています野中。惜しかったですよね。惜しかったですね。まあ、時間がなかったんで、やっぱりすぐ次の動作に移りたかったんでしょうけども、サイドを取ったのでもったいないですね。数回されてまたポジションを失うっていうのは。残り時間は少なくなってきています。現在最終の第3ラウンド上になっています。ピュアブレッド大宮の野中君人現在10位、下になっているのがガッツマンシュート道場大河内守る第9位です。右足はまだ絡まれている状態、クロスガードに戻していきました大河内。組みついてきます大河内。パンチを落としていきます野中。残り時間少なくなっています。第9試合です。上の野中がここに来てもやはり打撃はしっかり出していきます。ここで試合終了のゴングです。ほうパーフェクトに野中選手を抑え込みましたね。なるほど、ね、高島さん、そのパーフェクトっていう言ってもいいぐらいですかね。そうですね。でもこの試合の結果より次の野中が楽しみになるのそれぐらいの試合だったと思いますよ。さあやはりお聞きのように野中選手がもうこれ完勝ですね。判定3対0です。ご覧いただいたようにランキング10位の野中が9位の大河内を下したという形になりました。ライト級の一戦は野中君人第10位が大河内を下しています。まあ1本狙ったんですけど、なんか1本取れるその瞬発力の筋肉とスタミナが今回なかったあんまり打撃にこだわらなくて、まあできればすぐテイクダウンと、まあ、パスガード狙っていこうと思ってたんで、で、まあ、今回まあ、怪我とかの理由であんまりきつい練習が途中からできなくなったんで柔術の練習に切り替えて、まあ、パスガードとかを、まあ、繰り返してやったんで、まあ、ちょっと出たかなという感じですね。まあそうですね、残り少ない選手生活ですからやれるだけはやって納得した上で自分が身を引きたいと思ってますけど。この試合もすごい2年前からすごい待ってて、今調子はすごいいいからいい試合できると思って、ゴミが打撃やってくると思うので僕も打撃でいくつもりで、どっちの方が強いか知りたいから、とりあえずもらってもすぐ返すような試合して面白い試合したい。まあ、勝ったらルミナさんとかウマさんとかやってみたいと思ってるので、これからもよろしくお願いします。勝敗より勝ち方を問われてると思うんで、もう KO しかないと思う。自分で選んだ道ですから、そうですね、毎日限界まで追い込んできたんで、そのやってきたのを出せば前よりは強くなってると思います。そうですね、調子いいみたいですけど、僕も調子いいんで、上のランカーがどんだけ強いか分からせないといけないんじゃないですかね。青コーナー、アメリカ無所属、165センチ、68.5キロ、ライアン・ボー赤子
所属173センチ68.8キロ五味隆則。サブリッジ三連勝の横山隆史、テレビ鈴木俊也。リード2戦後楽園ホール大会セミファイナルです。ウェルター級の5分3ラウンド、五味隆則対ライアン・ボーの一戦となりました。あの五味選手はあのこれケーズファクトリーの方から木口道場に移籍して1戦目なんでね、はい、これはちょっといいところ見せたいと思うんですけど、この体勢ちょっとあのライアン・ボーにこの体勢取るのあんまり良くないですね。あの膝で藤原正人とかもやられてますからね、コーナーに逆の、あー、いい膝が入ります。ゴミの方も出していく。その膝を嫌って押し付けていきます。ちょっと離れたら顔面に膝飛んできますよ。これですね。あ、これですね。今入りましたね。一瞬首キャッチして首相撲の体勢で膝をですね。引っ掛けるのうまいですよね。引っ掛けるのとあの膝を出すタイミングが非常にうまいですね。ライアンはアマチュア時代にゴミに負けてるんで、この待望の試合なんですよね。そのようですね。もともとグアムで行われる公式戦でそこで戦う予定だったのに、この日まで、まあ、延期になってしまってたんですけども、だから6月とか7月の段階でこの2人はもう戦うことが決まってたんで、すごくモチベーションは上がってるんじゃないですかね。そうですね。今下になっていますライアン・ボーは4月12日藤原選手から TKO を勝利、で続く5月22日は村浜選手から判定勝利を奪っています。坂本さん、一方の五味選手はやはり海外勢との戦い続きますね。そうですね。この階級はやはり外国人選手で強い選手多いですからね。宇野選手を倒したクロマド、マッショクロマド、はい、からディーン・トーマス、でこのライアン・ボーが最近乗ってきてますからね。そうですね。さあ上からパンチ落としていきます。ゴミ、個人的にでもライアンに関してはあまり海外勢っていう感じもしないんですかね。そうですね。横浜ジムで育った選手っていう気持ちが強くて、そうですね。かなりゴミ選手の右目のあたり腫れてますね。膝一発入りましたからね。一瞬のさっきポッとキャッチした人ですか。はい、だと思います。下からぶら下がるようにしますライアン・ボー。パンチをもらわないようにですよね。ライアン戻してますし、ライアンもなんか下から仕掛け狙ってますね、はい、この決して下が好きだっていうことは本人は言わないんですけど、下の動きはかなりいいですよライアンは。そうですか。結構返すこと考えたりしますよね。そうですね。スイープもしますし、はい、十字も狙えますし、足感もいけますし ね。でバック取られてもアームロック、テクニカルな選手と見ていいですね。これも先ほどのチャドサンダース対川勝翔君じゃないんですけど、なんか昔の日本とアメリカが逆になったなっていう。ああ、なるほど、そうですね。今も足仕掛けに行きますライアン・ボー。高島さん、今年は五味選手は2戦戦って、両方とも試合勝利を収めているんですけども、どんなところを見てみたいんですかね。これは五味に関しては一本勝ちがみたいです。4月2日のパバ温泉、そして7月16日のポール・ロドリゲス戦もいずれも判定勝利ですね、はい、決して楽な相手じゃなかったっていうことはあるんですけども。そうですね。マウントは戻っています。しかし強引にパンチ出していく。あれじゃないですか、昔ライアンとやった時のゴミとやった時のライアンではないと思うんですよね。もう気持ち折れないですよね。あ、なるほど。胸張って帰ってますもんね、コーナーまで。ちょっと気になるのがゴミの右側の目の腫れですね。そうですね。これはもうスタンド厳しいんじゃないですかね、距離感。相当塞がれてますよね、視界は。さあ第2ラウンド。やっぱりすぐタックルでグラウンド戦望んでますね。腰が強いライアン・ボー、しかし倒していきました。左の膝はまだ抱えています。足の中にガードの中に入っています。首は引きつけるようにする。ゴミはかなり視界が遮られてるんじゃないですか。すごく密着戦望んでますよね。ここまで上になっているゴミは6戦戦って負けなし、そしてライアン・ボーも3戦戦って負けなし、しかも22歳21歳と若い2人の戦いです。
うん、簡単に打撃出させません、ライアンボーアームロックか、あそこからヒップスローとか狙ってますよね、うん、まあ、ライアンボー選手はこの試合に勝ったら佐藤ルミナ選手や宇野選手と戦いたいという試合前のインタビューもありました。当然でしょうね。そうですね、まあ、もちろんゴミ選手もそのケーズファクトリーから移籍したというのはそういうものがあるからですね。ルミナ選手と戦いたいという気持ちも、まあ、そうでしょうね。あの先に見据えたものがあるんだと思うんですけどね、うん、足行きましたよ。さあこれキャッチできるか。バランスが悪いのがゴミです。ちょっと苦しい体勢になっています。ゴミは腰強いですね。あれで、あ、これでも腕も行ってますね。そうですね、これちょっと苦しい体勢です。ああ戻しました。ゴミはあそこで手振ってノーノーとか言わない方がいいですね。あれタップしてるのと勘違いされますよ、うん、あ、なるほど、まあ、止めるなって言いたいんでしょうけども、うん、いやしかしライアンボーはなかなかあと一歩まで行ってますね。これライアンの方も膝危ないですよね。前に体重かけられると、うん、うん、ドロップムーブがかかりました、まあ、あのライアンはロープ掴んだことに対する注意ですよね、はいまあ、邪魔だったんだと思うんですけど、そうですね、うん、まあ、レフリーの指示がないとやっぱりあのそういうことしちゃいけないですね、はい、うん、ライアン本当膝と足首大丈夫かなっていう気するんですけども、うん、ジャストミートのあたりはなかなかありません。まあ、その辺はやはりあの視界の問題じゃないですかね。なるほど、ライアンは勝負に徹し切った方がいいですよね、うん、もっともっと目の周りに打撃を加えるべきだと思います、うん、なるほど。さあこのラウンドもちょっとライアンボーが一瞬仕掛け、まあ、決めかけたようにも見えましたね。いやでもヒールを取りに行って逃げたところ、手ついたところ腕も狙うなんていうのはもう大したもんですよね。そうですね。さあファイナルラウンド、どんどんと右目の下の腫れひどくなっています。足をキャッチしてパンチ入れてきました。ライアンは簡単に下に行かない方が良かったと思いますよ。今はもっと打撃スタンドで粘った方が良かったと思います。アマチュア時代にはこの2人は対戦しています。その時は上になっているゴミが勝利。これを返していこうというライアンボー、ゴミにパンチを落としていく。左の足はパスしているようです。ゴミ現在上のゴミがウェルター級の第3位、下のライアンボーは第9位です。いいパンチ一つ入れました。セコンドからスイープ気をつけろという声がかかっています。いくつか打撃は入り始めています。なかなか抜けないですよね、まあ、抜けないのよりも明確なクリーンヒットするパンチを打てない方がきついですよね。あ、なるほど。坂本さん、やはりこのウェルター級というのも層がもちろん熱いです ね、 そうですね。チャンピオンには宇野選手、はい、そして1位ルミナ、2位がクロマド、3位にこのゴミ選手がいるということですもんね、はい、ああまた戻していきましたライアンボー。戻しましたね、うん、右の膝を畳むようにして中を探ります。残り時間は少なくなっています。ライアンはずっと下におるのが、いるのがあのイメージが悪いですね、うん、もっと仕掛け欲しいですね、うん、まあ、このラウンドはなかなか入ってますね。上からの打撃は、まあ、的確じゃないですよね。かなり、うん、おでこのあたりが、あ、まあ、音はするんですけどもダメージっていう部分ではどうかなっていうのはありますね。あ、そうですか。これあえてデコで受けてるってわけではなくて、やはり焦点が定まらずにということですか。リストを握っていますライアンボー。ボディパンチ、そして顔面へも打ち分けていきますゴミ。ゴミは2000年ここまで2試合いずれも勝利。しかし判定です。
しっかりついていきます。ゴミ残り時間は少ない。ちょっと立った試合のとこ見たいですね。そうですね、ジャッジにアピールするような下からパッチ出していきます。ライアンボーちょっと嫌がってますね。そうですね、いや簡単にパスはさせません。一瞬仕掛ける動き見せました。担げるかですね、このまま返していけるかゴミ。あーパンチ徹底したノンリスキーファイトでした ね、 そうですね。これが終盤は試合終了となりました。右手を上げたのがゴミ高典。嬉しいのか悔しいのか。あーなるほど。いややはり1ラウンドからこの右目の腫れありましたからね、そのあたりやはり影響したのかもしれません。ちょっと打撃自体は的確では途中からなくなってきているようです。ゴミ選手勝利、まあ、ポイントは取っていきましたね。はい、高島さんはどんな風に。そうですね、まあ、ライアンもよく頑張ったんですけど、やっぱりあのゴミが上を支配したと。今シュートの戦いで上を支配するのがどれだけ必要なのかっていうことですよね。そうですね、あとはまあテイクダウンですね。あ、なるほど、まあ、若い2人の対戦、全勝同士の戦いだったんですが、結果的にはゴミ高典がライアンボーを判定3対0で下しての勝利です。敗者同然ですよ。どうした、どうした、ゴミ、下げっちゃえ、下げっちゃえ。スコアギリギリ。いや、内容は勝利。うん、まあ勝利だ。大丈夫。まあ自分が望んだ試合じゃないんで、そのモチベーションを上げるのが結構大変でした。僕も大野選手も、まあ、上の外人選手に負けてますからね。もちろん外人選手とやりたかったですね、はい、最近、大野選手とか、まあ、いい環境で練習してるみたいなんで、そう打撃だけ警戒したら足元すくわれちゃうんで、最近自分のスタイルも変えつつあるんで、僕はどうしても寝技っていうイメージで見られてますけど、打撃も最近本当にすごい練習してるし、まあ、トータル的でどっちが上回ってるか、まあ、そトータル的に勝負したいですね。だから前回も勝ったといっても、あの僕のパンチが当たらなかったら結構判定は微妙な感じになってたような試合だったんで、別に1回勝ってるから1回勝った相手っていう意識は、まあ、周りが思っていることはないと思います。結構その綺麗な打撃じゃないですから、非常に受けづらいというか、ガーって来られた時に避けられない、どこ来るか分からない、そういった怖さがありますね。満足してお客さん返せるように頑張ります。これからよろしくお願いします。青コーナークラブ J 所属180センチ 84.1 キロ須田正則。赤コーナーチームグラバカ所属176センチ 84.8 キロ河野明宏。サンデーフリー関東記念同じく横山正史エフリー鈴木俊春。2000年11月12日リードリ戦後楽園ホール大会のメインイベントです。ライトヘビー級の5分、3ラウンド、赤コーナー河野明宏対須田正則の一戦です。青いスパッツが郷野、イエローのスパッツが須田です。距離を詰めていきます須田、まあ、あのこの2人の戦い、あの96年の7月以来ですから、ずいぶん経ちましたけど、実力もね2人とも上がってますから。そうですね、あの時とはやっぱ違うと思いますよ、はいはい、2人を巡る回ってる、まあ、状況は厳しいものがありますけどね、やっぱりライトヘビー級の、まあ、外国人選手、外人天国っていうんですか、ね、そうですね、あの時あの右のクロス一発ひっくり返しましたからね。それまで須田選手がずっと押してたんですけれども、あの右のクロス一発で郷野が倒して、そこからスリーパーでやられてますから、右の肩で一つ入れてきました。まあ、坂本さんとはいえ、はい、須田選手の試合前のコメントは、実は自分が望んでいた試合じゃない、外国人と戦いたいっていうコメントがやっぱりあるんですね、ただまあ、それにはやっぱりクリアにしなければならない選手というか試合というのがありますからね、そうですね、
まあ、この大会の前に4年間ベルトを巻いていたエリック・パーソン選手は引退したんですけれどもね、しかし上には、ラリー・フォード・コロス、ランス・ギブソンと外国人選手がいるんですね。そうですね、まあ、あの2人ともランス・ギブソン選手に負けてますからね、須田が押し込んでいきます。ロープを背にしています。ゴーの入れ替わりました。前に投げですね、今よくあのいい力の使い方しましたね、ゴーノは。これロープ際で入れ替わるところの力も利用して、あ、そうですね、あの倒しに来る力を利用してそのまま後ろに放りましたね、上になっています、ゴーノ、この大会からチームグラバカとして登場しています。下から首をキャッチしています須田。上野豪野が現在ライトヘビー級の第3位、下須田が第4位です。まあ、佐々木勇気がこの前に負けてますから、またこれでマルタ・エンデヨングっていう、はい、外国人選手がランク入りも間違いないわけですから。そうですね、2人とも、まあ、日本の砦を守るっていう言い方が存在、シュートの中に存在するんだとしたら、あーでも今左当たりましたね、おっと逆に決め取りですね、やり返したっていう感じですね。須田選手もあのあれですね、強くなってますね、お互いいい投げ、うまい投げを見せました。まあ、本当次だ、どっちが上の自分たちの上のランクにいる外国人選手と戦うかっていう、そういう座をかけた戦いでもありますからね、そうですね。まあ、この2000年は上になっています。ゴーノは1月14日にラリー・パパドポロスと対戦して、まあ、その時はドローではあるんですが、ランキングはラリー・パパの方が上だということですね、現在まだ。まあ、あのコメントの通りですけども、須田選手よりもやっぱりゴーノ選手の方が気持ちは入ってますよね、さあ第2ラウンド、距離を詰めていきます。ゴーノ体を振って下がっていくのが須田です。まだお互い攻撃ありません。ストレート、あーでももらった後すぐ返しましたね。引き込みながら膝も出していきました須田。ゴーノはちょっとあのあー今カッコが入りましたね、ちょっと左の膝がローブローですね。そうですね、こちらがゴーノ明宏、現在第3位です。これまで13戦戦って4勝5敗3分けです。4勝のうち3つの1本が違います。ハイキック、須田選手は左右のハイキック打てるようになりましたね、ロープを背にしています須田。さあここです。いやこの辺りも持ち直しました。膝を出していく。まあ、やはりこのライトヘビー級っていうウエイトの重い階級ですからね、外国人選手が強いのもまあ分かるんですけれどもね、まあ、あのやっぱりこの2人ライトヘビー級巻き返してほしいですね、まあ、佐々木選手もああいう状態になってしまいましたんで、この2人がやるしかないと思ってますから。そうですね、はい、さあ崩していった、これもしつこくついていきます。ゴーノ、ゴーノしつこくなりましたね、本当にあのもう一個またあの技をこう繰り出していけるようになりましたね、一個で諦めないで、あ、なるほど、左の足を抜いていきたいのがゴーノ。まあ、このライトヘビー級は、来年の2001年の4月からウエイトがちょっと重さ変わるようですね。そうですね、あのクルーザー級ができることによって、あのちょっとあの体重83キロになってしまうという。そうですね、現在は85キログラム以下なんですが、2001年4月からは83キログラム以下ということになります。さあ第2ラウンド終了となりました。ちょっと疲れがありますか？そういうわけではないですかね。まあどうなんでしょうかね、まだ疲れるには早いと思いますよ。そうですね、2ラウンド終わったところですからね。高島さんはここまでどんな風にご覧になりますか？ゴーノが手堅くいってるなという豪快な技も出してるんですけど、負けれないっていう気持ちからか一つですよね、攻撃が追い打ちはあまりないですよね、いい攻撃の後ですね、そういう部分で須田もまだつけ込めると思いますよ。あーなるほど、というパンチ、ちょっと膝が一瞬崩れました、効いてますね、
あ、しかしボールはダメ戦ではないですね。それぐらいでめげるような須田選手じゃないですからね。そうですね、攻撃は気をつけた方がいいですよ。意識が飛ばない限り須田から戦意が失われるってことはないですよね。あ、なるほど。さあ組みついて引き込んでいきました。首を自分の方に引きつけるようにします。須田下になっています。須田選手は2000年4月2日は地元大阪で佐々木勇気選手を判定で下しています。そして7月16日はランス・ギブソンに判定巻きを期しています。一つ、いいパンチ入れました。すぐ立ち上がって、パンチ2つ入れてきました。おっと肩、1ラウンドもこれ見せましたね。そうですね、あのこの肩パンチはランス・ギブソンにやられてそれで学んだですよね。ということは聞いたっていうことですね。そうでしょうね。まあそういういやらしさがゴードにはなかったんですよね、これまで。なるほど。こうな、あ、かなりその肩とか膝とかっていうものを使っていきますね。離れ際パンチ、しかし前に出ていきます。ハイキック、もう一つ左ハイ。あ、ちょっと鼻先かじめましたね。そうですね。須田は本当にそんな目立ってないんですけども、打撃が本当に成長してるんですね、こうやって見ると。あそこでハイキック連続して出すっていうのすごいですね。あのクラブ J の、 あのミドル級のクス選手が非常に打撃の優れた選手なんで、あのよくスパーリングやって、それであの向上したっていうことを彼は前に言ってましたね。やはり前は関西ではなかなか練習相手がいなくて苦しいっていうことを続きましたもんね。そういった意味では新しい仲間もできて技術交流があるんですね。ちょっとクソっていうのが、思い通りの試合がもっともっと動きのある試合がやりたかったんでしょうけども、クソっていうのは言わない方がいいですね。自分が劣勢ですって言ってるようなもんですからね。なるほどね。試合終了。試合終了となりました。やはり最後までお互い攻撃は出していましたけれどもね、なかなか決め手はお互いなかったようです。ゴーノが勝ちに徹したと思います、これは。おお、なるほど。でも新しい一面じゃないですか。そういうところは絶対格闘技で必要で、負けてもいいなんていうことは僕はありえないと思ってるんで、ただあの須田選手の方もあの成長見えましたよね。そうですね。お聞きのようにゴーノ選手が判定勝利ということになりました。さあ坂本さん、はい、ライトヘビー級の日本人同士のメインイベントとなりました。そうですね、あのこの階級やはりあのゴーノと須田、この2選手があの引っ張っていくんだなというあのやっぱり感じしますよね。そうですね。ご覧いただきました2000年11月12日リード2000後楽園ホール大会メインイベントは、ゴーノ昭弘が判定3対0で須田正則を下しています。返り討ちの形となりました。もっとこう打撃でもグラウンドでも動いて動いてっていうのをやりたかったんですけど、まあ仕方ないですね。一つだけ言わせてもらうと、ゴーノ選手もまあこのままだったら、世界の強豪とか世界人とかに勝てないと思いますよ。まあ、自分もこのままでは引き下がらないですけどね、絶対、まあ、這い上がりますよ。一つ一つ、まあ、練習環境悪いですけど、その分トレーニングして悪いところ直していって、まだまだ巻き返すんで、前人の予想は僕が打撃で須田選手が組んでって感じだったと思って、俺はそれを全局面で圧倒したかったんですけど、投げは完璧に勝てたんだけど、打撃で結構もらっちゃって、おそらく与えたダメージは同じか僕の方がちょっと与えたんじゃないかという気がするんですが、数もらっちゃったんでダメダメです。ダメダメ試合ですね。まあすごい速さで上達してますよね。まずあんなもらうとは、もっと冷静にやれば倒してやりたいという気が流行って突っ込んじゃったような感じがしますね。僕はスカッと勝ってシュートにゴーノありってことをアピールしたかったんだけど、全然それができなくて、僕も須田選手もまだまだ弱く見られると思います。リード2000、9月15日後楽園、10月9日北沢、11月12日後楽園の3大会をご覧いただきました。さあ高島さん、改めて試合振り返っていただきたいんですが。そうですね、この3大会の結果見て思ったのはですね、シュートには桜井マハハヤト、アレッシャンドリノゲイラ、この2
2人をのければ、うん、この2人のければもう本当混沌としているなという、どの階級にも安定したランカーなんていうのはもう安定した地位っていうのはないんだろうなと、うん、そういうのを非常に思いましたね。そうですね、特に最初の9月大会はライト級の試合、かなり上位ランカー同士の戦いが3試合組まれたりありましたからね。坂本さんはいかがでしょうか。はい、まあ、あの今のことをちょっと踏まえてですね、やはりあの新しい選手、ライアン・ボーとか、うん、あのそういった選手がどんどん出てくるような気がしますね。うん、まさに本当に混沌とした感じです。はい、そしてライトヘビー級も、最後ご覧いただいた試合は郷野選手のコメントにもあったようにまだまだだという、決意も聞かれました。ご覧いただきましたリード2000の3大会ご覧いただきました。解説はシュートプロデューサーの坂本和弘さん、格闘技ライターの高島学さんでお送りしました。お二方どうもありがとうございました。ありがとうございました。